軌道回路。軌道回路は、鉄道において、線路上の特定区間に列車が存在するかどうかを、検知する、電気的な装置である。閉塞のための信号装置を動かすために用いる。軌道回路の基本的な原理は、車両の車輪と車軸が2本のレールを短絡して、電気回路を構成することにある。この電気回路に装置を取り付けて、列車の存在を検知する。 列車がその線路の区間に存在していることを在線と呼ぶ。軌道回路は保安装置であるのでフェールセーフであることはとても重要である。保安上、列車が在線していないのに誤って検知してしまうよりも列車が在線しているのに検知に失敗する方が危な状態となる。このため通常軌道回路は故障すると 安全側の列車が在線を検知している状態になるように設計されている。一方で列車が在線していると誤って検知することは鉄道の運行を阻害するためできるだけ発生しないようにすることが望ましい。軌道回路はレールに電流を供給する電源装置とレールの間に設置されたリレーによって構成される。各軌道回路は閉塞の位区間のような 特定の範囲の在線を検知するようになっている。軌道回路の検築間同士は、工実する無絶縁軌道回路でなければ、お互いに電気的に絶縁されている。分岐のない区間の軌道回路では、その境目において、両側のレールの絶縁の位置を一致させることができるが、分岐のある区間の軌道回路では、分岐器のレールの組み立てなどから、その境目において、 両側のレールの絶縁の位置を一致することができず、ズレが生じるため、その結果、両方のレールが同極となり、輪軸で電気的に短絡できず、軌道回路として検知できない区間が発生する。これを主空間と呼んでおり、その長さや位置関係に制限がある。電源を軌道回路区間の一方の端に取り付け、両方のレールの間に電圧を印加する。 起動回路の反対側の端にリレーを取り付ける。列車がその区間に在線していないときは、電源からレールを通じて流れてきた電流がリレーを動作させる、リレーが向上する。列車が在線しているときは、その車輪と車軸によって、レールが短絡され、電流がリレーに流れなくなる、リレーが落下する。つまり、リレーがこうのぼしているか落下しているかが、 その区間に列車が在線しているかどうかを表すことになる。軌道リレーは電流によって動作するスイッチであるが重力の働きにより高のぼした状態のままになる故障の確率が落下した状態のままになる故障の確率に比べて極めて低くなるようにできる。このため落下した状態が安全側である列車の在線に対応するように設計するのが通例である。 軌道回路は車両の輪軸によってレールの間を電気的に短絡することにより列車の有無を検知するが輪軸とレールとの間には車輪踏み面らとレール間の2カ所の接触抵抗と輪軸の車軸抵抗による単抵抗と呼ばれる電気抵抗が発生する。接触抵抗においては列車重量や立行、打行、制動時などの列車走行時によって異なり 交流では60ミューオーム以下であり、直流では100ミューオーム以下と言われている。短絡抵抗は、列車が立行、または、制動時においては低く、打行時においては高い。また、雨上がりの晴天時や海沿いの路線において、夜間の運行休止時間帯に、海水しぶきを受けると、レールはつらに、錆が発生するため、短絡抵抗は高くなる傾向がある。また、 レールの間を短絡する際に最大の抵抗においてリレーが落下する最大短絡抵抗を短絡感度と呼んでおり単位はオームで表される。軌道回路を構成するレールは路盤にバラストの場合には枕木の上にコンクリートや軌道スラブなどの場合にはその上に固定されて露出している。そのため雨や雪が降るとレールとバラストが濡れてその下部も 水分を含むことになり、その結果、レールに流れる軌道回路の電流が漏れてしまい、軌道回路の電流が消耗する状態となる。その漏れの程度を示すものとして、1km あたりの漏れ抵抗を表す漏れ抵抗を使用している。漏れ抵抗は、晴天の場合では50オームと高いが、雨や激しい豪雨の場合では10オームから1オームになり、トンネル内で、 激しい漏水や海水が侵入する場合には0.5オームから0.1オームに低下する。漏れ抵抗が低下すると、軌道回路の電流が途中で漏れてしまい、その軌道回路に列車が不在の場合や列車が通過して、不在の場合でもリレーが落下してまう恐れがあり、それを防止するため、軌道回路にかける電圧をバラストなどの、同償条件を考慮して調整している。 実際の軌道回路には、レールへ電流を流す。側の送電側では、直流では、シリコン整流器、鉛蓄電池、交流では、軌道変圧器、分周器があり、レールからの電流を受け取る。側の受電側では、軌道経電機、リレー、倍周器がある。その他に、軌道回路のレールに直接に電源を接続すると、送電側を輪軸で短絡する際に、 ショートの状態になり、過大な電流が流れて、電源機器を破壊してしまうことを防止するため、一定以上の電流が流れないようにする限り流のための抵抗やリアクトル、側受電側において、レールからの受電電圧を、軌道系電気への適正な電圧に調整する、軌道抵抗時、短期常識軌道回路において、レールが破断した際に、帰線電流が送電、受電側機器に流れて、 溶断または焼損させて、信号設備や電動装置が停止するを防ぐ、起動回路編、起動、ヒューズ、送電、受電側機器を機器室に集中して設置する際に、機器室から送電端または受電端までのケーブルによる電圧低下を低減するための中継変圧器があり、起動回路を確実に作動させ保護する役目を持たせている。起動回路により、 レールに流される電流は直流と交流がある。さらに交流では様々な周波数が用いられており、使用場所の条件に応じて使い分けられる。以下に日本の鉄道で使用されている軌道回路の分類と種類を示す。直流軌道回路では、レールに流れる信号電流は直流である。絶縁が損なわれた時に、 隣の軌道回路の電流が流れ込んで、ご検知することを防ぐために、通常は隣同士の軌道回路では極性を反転させてる。停電に備えて、軌道回路には蓄電池を使用した低い電圧、1.5V から 12V 程度が用いられている。交流軌道回路では、レールに流れる信号電流は交流であり、周波数は目的に応じて低周波、数百 Hz 以下、 過長周波、数百ヘルツ、数キロヘルツ、高周波、数キロヘルツ以上など様々である。またパルス的に電流を流す、軌道回路もある。原理の項で説明したように、列車を検知する理例には、列車が在線していない時に、信号電流が流れ、在線している時には、電流が流れなくなるようにシステムを構成するのが、標準である。こうした回路を平電路式、 クローズ、サーキットと呼ぶ。これは、電源の故障、レールの破断、ケーブルの破損など、考えうる、様々な故障の際にも電流が流れなくなる、フェールセーフ構成としているため、故障時でも財線として検知するようになっている。閉電路式に対して、列車が在線していない時には、電流が流れず、在線している時にだけ電流が流れる方式の、回路を開け電路式。 オープン、サーキットと呼ぶ。回電路式では、電源と検知用のリレーを直列に接続したものを、線路の同じ側につなぎ、列車が侵入することで車軸が、両側のレールを短絡して電流が流れるようになっている。この回路は、電源の故障、レールの破断、ケーブルの破損などで一箇所でも故障すると電流が流れなくなって、列車を検知することができなくなるため、 クエル政府構成とはなっていない。そのため、列車を誤って検知することが、検知に失敗することより危険になるような場合や、踏切の保安装置での転生御方式において、終始点での列車検知に利用される場合では、こうした軌道回路が用いられる。ほとんどの電気鉄道では、河川、または第三機場から走行用の電力を終電して、レールから変電所に戻している。 レールを通って変電所に戻る電流を帰線電流と呼ぶ。このため、信号電流と帰線電流を明確に区別する必要がある。さらに、軌道回路境界において、信号電流のみを絶縁して、帰線電流を流す仕組みが必要となる。信号電流と帰線電流を区別するためには、双方の周波数を異なるものにすることで対処している。例えば、 直流電化区間に交流軌道回路を設置して、リレーが信号電流の周波数のみを検知するよう、インピーダンスボンドまたはフィルタ回路を取り付ければ、直流の気線電流が軌道回路を合動作させる恐れは少なくなる。また、交流電化区間では、交流軌道回路を用いることができないわけではなく、気線電流と違う周波数を信号電流に使えば使用できる。 軌道回路境界で、気線電流のみを流す仕組みとしては、複数の方式がある。副機上軌道回路では、両方のレールともに、隣の軌道回路との境界に絶縁が行われている。絶縁は、レールのつなぎ目に絶縁板を挟み込むことで、行われている。このつなぎ目を、絶縁継ぎ目という。直流軌道回路では、絶縁継ぎ目のみで、 隣の軌道回路との境界を作ることができるが、直流電荷区間または交流電荷区間では、軌道回路との境界を越えて、帰線電流を流すためにインピーダンスボンドが用いられている。右側にあるインピーダンスボンドの配線図を元に説明すると、インピーダンスボンドには、レールに接続された1時側コイルと、軌道変圧器または軌道系電機に接続された2次側コイルの2つの、 巻線が二つのコイルの間は変圧器と同じく鉄心により結合されている。インピーダンスボンドの間は中性線により一時側コイルの中性点で結ばれている。列車で使用された気線電流である I1 と I2 はレールからインピーダンスボンドの一時コイルの中性点に流れ中性線を経由して隣のインピーダンスボンドの一時コイルの中性点に流れた後、 レールに戻り流れていくが、中性点では両側にあるレールからのコイルの巻線が同一であるため、コイルに発生する磁束が打ち消し合い、2時、コイル側には電圧は誘導しない。だが、信号電流であるイズは、一方のレールから一時コイルを経由して、もう一方のレールに流れるため、2時、コイル側に電圧 S が誘導されるようになっており、信号電流の周波数のみを遮断して、 気線電流のみを流すようになっている。右側の写真では、両側に見える黒い箱の中に一時側コイルと二時側コイルが入っており、黒い箱同士を結ぶ線が、中性線で、信号電流を遮断して、気線電流のみを流している。場合によっては、この中間線の間で、変電所や吹き電線への線を接続して、気線電流を吸い上げている。道回路協会のインピーダンスボンドでは、 このように二つの箱を使用することが多いが、箱を一つだけ設置して、変電所へ、帰線電流を吸い上げる仕組みになっている場所もある。なお、軌道回路境界ではないレールのつなぎ目では、レールの隙間による電気抵抗の増大を防ぐために、レールボンドと呼ばれるワイヤが、レールの側面に取り付けられて、信号電流を確実に流すようにしてあることがある。短期上軌道回路では、 片側のレールにだけに、絶縁継ぎ目を行う。信号電流は絶縁されていない。一方のレールと絶縁されている。もう一方のレールの両方に流れているので、片側だけレールを絶縁するだけでも、外部への漏えいを防止できる。一方、帰線電流は絶縁されていない側のレールを流れて、変電所へ戻る。また、絶縁されている側のレールを、信号側レール。 されていない側のレールを、帰線側レールと呼んでいる。そのため、インピーダンスボンドは設置しなくても済むが、帰線側レールが破断してしまうと、帰線電流が流れなくなり、電気による列車運転ができなくなる端緒がある。無絶縁軌道回路は、区間により信号電流の周波数を違えることによって、区間ごとの絶縁を不要にするものである。隣の区間の軌道回路の電流が流れ込んでも、 フィルターにより遮断されるのでご検知することはない。電源からの距離が離れると、信号電流が減衰して車軸による短絡を検知できなくなるので、減衰を考慮して検知範囲を設定する。無絶縁起動回路を用いれば、電気鉄道におけるインピーダンスボンドを不要にすることができる。絶縁継ぎ目は、軌道構造上の弱点となっており、破損が発生しやすいため、 これを廃止できることは、無絶縁軌道回路の長所である。無絶縁軌道回路には、軌道回路境界を共振子や電線で短絡する、境界短絡式と多くの周波数を使用して、境界を構成する多周波式があり、両者とも送電端から特定の周波数の信号電流を流し、受電端でその周波数に合わせた特性で受信して、軌道回路の短絡を検出する。 その周波数の電流が受電端を超えて隣の回路に流れ込んでもその回路では異なる周波数に合わせてあるのでご検知すことはないいくつかの軌道回路を挟んで再度同じ周波数の信号電流を使用するが間に十分長い距離があればその間に信号電流が減衰するので同じ周波数を利用している他の軌道回路と渾身ることもないヨーロッパなどでは 特定の共振周波数に合わせたフィルタ回路を受電探索に接続することで完全に隣の軌道回路への信号電流の漏れを防ぐ仕組みを採用しているところがある。アスター SF15 型の軌道回路では一方の線路で 1700Hz と 2300Hz、もう一方の線路で 2000Hz と 2600Hz の信号電流を用い、これを低周波で変調している。 TI-21 型軌道回路では以下のような周波数を使用している。A から D が複線区間で用いられ、E から H は複複線区間用の追加の周波数である。軌道回路を利用して情報を列車に送信することがある。信号電流に符号、高度を頂上して送信するもので、高度軌道回路と呼ぶ。高度の頂上には信号波の断続を利用したり、 信号電流を用いて変調したりする。主に車両に搭載された車上紙でコードを受信して、車内信号を実現するために用いられる。軌道回路は以下のような目的で使用される。使用目的に応じて、軌道回路の長さや信号周波数は様々に調整される。また、同じ線路の区間で複数の軌道回路を周波数を違えて設置する場合もある。 踏切を列車が通過したことを検知して警報器や遮断機の動作を終了させる軌道回路では誤って列車の在線を検知すると列車の通過前、通過中に警報器や遮断機の動作が終了する危険な状態となるめ通常とは逆に開け電路式の軌道回路を使用することがある列車の進行方向が限定される伏線区間では 踏切の制御回路は単純であるが、単線である場合や、単線並列である場合は、列車の進行方向に応じて検知する場所を変える。必要があり、複雑な構成となる。さらに高度な仕組みでは、列車の速度や、列車種別に応じて、列車側から踏切制御回路に情報を送信し、警報の動作開始点を変えるようになっている。a t a s では、 踏切の制御を無線で行えるようになり、踏切制御の軌道回路は不要となる。起電区分切り替えセクションは新幹線において用いられている。軌道回路は区間の一方の端から電流を流して反対側の端で検知するので、導体となるレールが破損して、信号電流が流れなくなると在線状態となる。事故や災害、補線の不良などによりレールが破断した場合でも、 自動的に信号機が停止源時となって列車の侵入を防ぐことができる点も安全に寄与している。補線用車両の中には信号機の誤動作を防ぐために両側の車輪を故意に絶縁して軌道回路に検知されないようにしているものがある。こうした車両は信号システムと互換ではないため使用する際には線路閉鎖を行って他の列車の侵入を防ぐ必要がある。 また、踏切の警報装置が動作しないため、踏切の通過には注意を必要とする。大抵の故障では、列車が在線していると検知するように設計されている。一方で、列車の在線検知に失敗する故障もある。在線検知に失敗するような故障は、結果的に列車が在線している線路に、他の列車の侵入を許して、事故の危険を招く。 また、踏切の警報器が動作しないという問題もある。このため、イギリスでは、車軸の検知装置も併用されている。これらの故障に対処するために、様々な手段が用いられている。例えば、リレーはとても高い信頼性を持つように設計されている。雑音電流の問題がある区間では、状況に合わせて雑音に強い軌道回路の方式が選択されている。 落ち葉が問題となる区間では、速度制限が設定されることがある。軌道短絡不良の問題が発生した場合には、列車を運休にする措置が取られることもある。破壊工作も、また問題である。1995年のパロバードでの脱線事故では、犯人はレールを取り除いた後に、軌道回路の信号電流を通すためのワイヤを接続していた。 このためレールがなくなっていることを軌道回路で検出できず、信号機は停止現時に変わらなかった。軌道回路で検知した財線状況は、信号機や分岐器の状況とともに、指令センターの制御盤にまとめて表示されることが多い。軌道回路のリレーを通信回線に接続することで、財線状況を送信することができる。財線情報は、 制御板に表示されるとともに保存され、事故時の調査に用いられるとともに、運行管理庁の分析にも用いられている。多くの信号システムでは、中央の指令センターでだけでなく各装置ごとに、軌道回路の状況記録装置を持っている。軌道回路によって、線路閉塞を行っている線区では、列車の乗務員や線路軌道に立ち入る係員が、抵抗する保安装置の一つとして、 軌道短絡機がある。これは二つの電極クリップまたは磁石付電極板とその間をつなぐ電線からなる単純な器具でイメージは自動車用ブースターケーブルの一本に似ている。列車事故や災害が発生した際に軌道短絡機で両側のレールを短絡する、ショートさせることで軌道回路に在線を検知させ軌道短絡機を設置した箇所の外方、手前の信号機を 停止源時に変えることができる。例えば、伏線区間で脱線事故が起きて対向の線路を死傷した場合、軌道短絡機を対向線路に設置することで、当該現場に接近する対向列車に対して停止信号を源地することができる。軌道短絡機を設置すると直ちに、そして自動的に停止源時に変えられるので、指令センターに連絡を取って、 列車を止めてもらうより早くて確実で安全である。ダイヤ上では、列車はいないはずなの、いることになっている。というわけで指令書でも異変が起きたことがすぐにわかる。特に、脳無事、教無事、究極線箇所においては、視認可能距離が極度に低下するので、携帯用合図タやアイズ等、携帯用信号円管では接近するた、列車上無意に非常停止指示を確実に、 伝達できない場合が生じるが、軌道短絡機を使用した場合は、当該閉塞区間支点の信号機に停止が表され、その一つ手前の閉塞区間支点信号機には、注意または警戒が厳示されるので、高速列車が接近する場合のほか、降雪時やブレーキ性能が劣る列車が接近する場合にも確実性が高い。高機能なものとしては、照射装置のついた 軌道短絡機がある。これは軌道短絡の電気抵抗が一定以下になっていることをチェックして表示する機能が備えられている。さらに信号機を制御する信号電流のみを短絡して踏切制御の信号電流は短絡しないフィルタ機能を備えていて踏切の動作に影響を与えない軌道短絡機も開発されており、主に補線作業で用いられている。 フェールセーフな軌道回路は1872年にアメリカの土木技術者ウィリアム・ロビンソン、ウィリアム・ロビンソンによって発明された。彼が軌道回路を発明したことにより、今や世界中の鉄道で使用されている自動信号システムが可能となった。当初の鉄道の信号機は駅の係員や信号庫機でによって手動で動かされていた。 いつ信号の原子を変化させるかはしばしば扱い者に委ねられていた。ミスによりしばしば不正な原子を出して事故につながった。19世紀中頃に電信が発明されて長距離を電気的に情報伝送できるようになり電気的に制御された信号システムの開発が始まった。しかしながらロビンソンの発明以前に開発されたものはどれも列車の動きに 自動的に対応して、信号源自を変化させることはできなかった。ロビンソンはまず、1870年に完全自動の鉄道信号システムの模型を作成して、デモを行った。続いて、フィラデルフィアエリー鉄道、フィラデルフィアエリーレールロードのペンシルベニア州、キンズワ、キンズワで、実物大のシステムが導入された。彼の設計したシステムは、信号機の上に、 電気的に動作するディスクを取り付けたものとなっていた。また設計は列車が在線していない時に信号電流がなくなる回電路式であった。この設計の本質的な欠点はフェールセーフではなく簡単に危険な状態になってしまうことであった。例えばワイヤーが切れると列車が在線していても検知に失敗してしまう。この問題を認識してロビンソンは 現代の軌道回路のような平電路式のものを設計し1872年に前日の場所に設置した。これが現代の完全自動化したフェールセーフな信号システムの元祖である。イギリスでは1876年にウィリアム・サイクがクリスタル・パレス駅で軌道回路の実験を行ったのが最初となっている。実用化されたのは1886年で、 ロンドンのセントポールズ駅に設置されたものであった。日本においては、1904年、明治37年に、甲武鉄道、後の JR 中央本線の飯田町中野間で、アメリカのユニオンスイッチシグナル車の技術により、導入されたものが最初である。軌道回路があれば、多くの事故が防げていたと考えられる。軌道回路がなかったために起きたと考えられる事故は、 以下のようなものがある。軌道回路の故障により起きた事故も稀ではあるが、下記のように存在している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。